はい、あゆめです。よろしくお願いいたします。それでは今回は近藤七段対豊島九段の王将リーグのハイライトやらせていただきます。先手が近藤七段、後手が豊島九段で、両者得意とする角換わりの戦いとなっていきました。で、6二銀、4六歩、7四歩と駒組みが進んでいきます。ここからお互いに最近流行っている角換わり、相腰掛け銀という形に進行していきます。早めに7三桂と跳ねまして、6八玉と上がって6四歩ですね。で、先手は3七桂と跳ねまして、6三銀、2九飛車、そして3三銀と駒組みが進行していきます。近藤七段は4八金と、この形は本当に現代将棋の定石とも言える格好になっております。そして、8一飛車と豊島九段も同じ形を作りました。で、9六歩、9四歩、1六歩、1四歩と互いに端を突き合って、6六歩と近藤七段が6五桂を消しました。で、豊島九段も6二金と、全く同じ形を作りまして、6六の歩がついてある点だけが、この両者の違いという形になっております。で、5六銀、5四銀、7九玉と囲いまして、で、ここから3一玉と囲うと先に仕掛けて先手が有利になると定石が確立されておりますので、豊島九段は5二玉と寄りました。そして8八玉、4二玉、6九飛車と、前例がいくつもある戦いになっていきます。近藤七段のポイントとしてはこの2五歩を保留しているというところですね。これがどう生きるかというのが頂点になりました。そして5二玉に6七銀と引いて銀矢倉を完成させまして、4一玉、5六歩と難しい戦いが続いていきました。で、豊島九段もこれで銀が仕掛けに参加してこないということを見て、3一玉とようやく右側に王様を囲いました。そして5九飛車に6五歩とここから仕掛けていきます。このあたりはAI の評価値を見ても全くの互角を示しておりました。以下5五歩に6六歩、同銀左、8六歩を一発利かせていきます。これも際どい利かしですね。5四歩と銀を取ると、8七歩成、同金、8六歩と玉頭から食らいついていって、仮に金を寄れば6八角から飛車をかわせば7七角成、同桂、8七歩成と、こういう感じで突破していこうという構想になります。ということで、この8六歩にギリギリのタイミングなんですが手抜くことはできず、同歩と応じました。そして6三銀と引いていきます。これで次8五歩の合わせもありますし、結構先手陣も嫌な形になりました。近藤七段はここから3五歩とこれでも攻めていきました。以下同歩に2五桂と跳ねまして、桂跳ねに2四銀と上がったところが本局の大きなポイントとなりました。実戦はここから5四歩と近藤七段がついていったんですが、これが疑問手になってしまい、一気に豊島九段の方に形勢の針が傾くという形になりました。評価値でいうと200点程度、パーセンテージでいうと 52-3% ですね、豊島九段の方に傾いております。同銀と取った形が思いのほか後手にとってよく、6五銀の攻めとかそういったことをできるようになったのが大きく、若干後手が指せるという状況ですね。ちなみに5四歩のところでは7七桂と跳ねる手が有力だったようです。これで仮に3六歩なら、3六でほっとくと3七歩成から4八角を狙うという手なんですが、2九飛車と1回受けておいて、次の1五歩からの端攻め、3三歩からの攻め、あるいは4五角と打って3六の角を除去する手、こういった手を見せて先手も十分やれていたという状況だったようです。これもこれでほぼ互角の形勢ですね。本譜は5四歩に同銀で後手の銀が活躍しだしまして、少し後手が指せる形勢となりました。で、近藤七段はここから6三歩と打っていくんですが、5二金と豊島九段王様を固めに行きました。一見本譜の7二角で隙があるように見えるんですが、8六飛車とさばきまして、8七歩に
8四飛車と、ここに引いたのが好手でした。以下6一角成と金取りに、やられて困るようなんですが、6三銀と引いた時に、先手に6四歩と打つ一歩がないので、これでぴったり受かっているというわけですね。ほっとくと次8一飛車で馬を詰まされてしまいますし、後手の歩得が非常に大きく、後手が有利な状況となりました。非常にこの8四飛車から6三銀巧みな受けでした。これでほっとくと次8一飛車で馬を詰まされてしまうという状況になりました。仮にここから7一馬と寄れば8一飛車を消しつつ5三馬を見せることはできるんですが、4二金左と受けられておいてちょっときつそうですね。例えばここから先手が何もしないでいると6五歩と打ちまして、7七銀と引かせて、3六歩という突き出しがあります。で仮にほっとくと次3七歩成から4八角なので2九飛車などと受けようとすると、そこで6四角と打って次の3七歩成を受ける手が非常に難しくなってしまいます。例えば3九飛車なら2八角成と馬を侵入して後手がかなり優勢というわけですね。で近藤七段は1五歩と突いていきます。これで一歩手に入れば6四歩と打って同銀に5二馬として先手が有利になるんですが、当然手抜きで8一飛車として馬が詰んでしまいました。以下5二馬同銀に1四歩と遅ればせながら端を取り込むんですが、ここで豊島九段は端を受けずに8六歩同歩8七歩と強烈な攻めを見せていきます。取ると、8五歩と合わせて同歩なら8六歩と打って、仮に取れば、6八角と、簡単に言うとこういう手を狙っているというわけですね。ということでちょっと受けても、キリがなくなってしまうということで、近藤七段は7九玉とかわすんですが、それでも8八角が強烈な追撃となりました。以下同金に同歩成で後手が絶好調ですね。仮にこれ取ると6八角から8六角成と玉頭に馬を作られて収拾がつかなくなってしまうということで、近藤七段は仕方なく6八玉とかわすんですが、ここで6五歩と拠点を築きまして、で7七銀だと8七とで銀を取られちゃうということで5七銀と引いていくんですが、2五銀と7駒の桂を食いちぎって同歩に6六桂が痛烈な一撃でした。こうなってみるとやっぱりこの8八のと金が大きいですね。で仮にこれ7七金とか受けに回ろうとしても8七金とやっぱりこのと金を生かされて攻め切られてしまいそうということで、近藤七段は受けを諦めて1三歩成と攻め合いに出ていきました。でここから豊島九段は7八金と打って収束に入ります。で同銀同と6七玉の時に邪魔になったと金を6九とと鮮やかに捨てていきました。これ取れば7八角で終わってしまうということですね。ということで実戦は7八角を打たせまいということで、飛車を犠牲に8七銀とするんですが、5九とと飛車を手に入れて豊島九段がほぼ必勝形となりました。で近藤七段はここから5五角と攻防の角を放って、次2二金からの寄せ、あわよくば7三角成から上に逃げていこうとするんですが、4四歩が非常に冷静な一着でした。これで7三角成と桂馬を取らせてしまうんですが、8六飛車が鮮やかな一手ですね。これでさすがにもう同銀と取るしかないんですが、そこで7八角と打って投了となりました。豊島九段が最後8六飛車というかっこいい飛車捨て、見事な収束で決めて取りということになりました。ちなみに8六飛車のところ、7七金とか受けても結局8七飛車なり同金に7八角で大体一緒ですね。7七玉には6七飛車と打って、詰ますことができます。ということで、同銀も7八角で、仮に7七玉なら6七飛車と打って8八玉に8七角成、7九玉6九とで詰みとなります。また6八玉と引くのも6九角成としまして、
7七玉に7八馬まで詰みというわけですね。ということで、近藤七段7八角で無念の投了となりました。豊島九段が素晴らしい指し回しで王将リーグ豊島九段にとっての初戦を、快勝で飾りました。近藤七段は初戦で渡辺名人に勝ったんですが、豊島九段に敗れ、これで1勝1敗となっております。今のところ羽生九段が2連勝で走っておりますが、果たして誰が藤井王将への挑戦権を獲得するか、これからも目が離せない戦いが続いていきそうです。ということで、ここまでご視聴いただきまして本当にありがとうございました。高評価、チャンネル登録いただけますと大変励みになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。